受動免疫とは、個体から他の個体へと既存の抗体の形で活性液性免疫を導入することである。自然条件下では、受動免疫は母体抗体を胎盤あるいは初乳を介して胎児へ移行するときに認められる。特定の病原体や毒素に特異的な高レベルの抗体の抗体を血液製剤を通じて非免疫個体へと導入することで、受動免疫は 人為的に誘導することが可能である。受動免疫療法は感染の危険が高く自身の免疫応答では抗体を賛成するのに十分な時間がない場合、あるいは免疫不全症の症状を軽減する場合に利用される。母児免疫は自然獲得される受動免疫の一種であり、母親によって退治、または乳児に移行する抗体倍改正免疫を指す。 移行抗体は母体から胎児あるいは新生児に世代間を垂直的に移行する抗体を指す。これは主に免疫グロブリン G より構成され、哺乳類では胎盤や母乳栄養を通じて、腸類では卵黄脳を介して移行する。人の場合、移行抗体は胎盤細胞上の FCRN 受容体によって胎盤を通過して胎児に伝えられる。 これは主に妊娠後期に発生するため、早産時では減少することがよく見られる。免疫グロブリン G は人の体盤を通過できる唯一の抗体アイソタイプであり、体内に存在する5種類の抗体の中で最も一般的な抗体である。イグ抗体は、体児を細菌やウイルス感染から保護する働きがある。結核、肝炎、ポリオ、 100日席などの新生児の病気を予防するために、出生直後に予防接種が必要となることがよくあるが、母体のイングは、生後1年間を通じて、ワクチンの防御反応の誘導を阻害することがある。この効果は通常、追加免疫に対する二次応答によって克服される。移行抗体は、ポリオや100日席などの他の病気よりも、マシン、風疹、 破傷風などの一部の病気を効果的に予防する。母体の受動免疫は即時的な保護をもたらすものの、母体のイグを介した保護は通常1年までしか持続しない。受動免疫は初乳や母乳を通じて提供され、含まれている胃が抗体を乳児の腸に移行することで、新生児が自分の抗体を合成できるようになるまでの間。 病気の原因となる細菌やウイルスに対する局所的な防御として働く。医がによる保護は母乳育児の期間に依存しており、これが世界保健機関が少なくとも生後2年は母乳育児を推奨している理由の一つである。人以外にも霊長類やウサギ目など出生前に移行抗体を導入する種がある。これらの種の中には、イグと同様にアイムも 胎盤を超えて移行するものがある。他のすべての哺乳動物種は、種としてあるいは単独で、移行抗体を出産後に乳汁を介して移行する。半数類では初乳により移行する。牛では、初乳中の移行抗体の吸収能力は、生後24時間以内で100%であり、豚では、生後0から3時間では100%、3から9時間では50%である。これらの種では、 新生児の腸は生後数時間から数日の間、イグを吸収することができる。ただし、一定期間が経過すると、新生児は母体、イグを腸から吸収することができなくなり、この現象は腸管閉鎖と呼ばれている。新生児の動物が腸管閉鎖の前に十分な量の所入を受け取らなかった場合、一般的な病気と戦うのに十分な量の母体、イグが 血液中に存在しない。この症状は受動免疫移行不全と呼ばれている。これは新生児の血液中の異ぐ量を測定することで診断され免疫グロブリンの静脈内投与によって治療される。治療しなければ致命的となる可能性がある。獣医学において感染症の種類によっては移行抗体による感染症予防を期待して親動物に ワクチン接種することがある。人為的に獲得された受動免疫は抗体の移行によって達成される短期的な免疫であり、人、または動物の血小や血清蒸脈打ちまたは筋肉内容に貯蔵された人免疫クロブリン、免疫を受けたドナーや病気から回復したドナーからの抗力化人アイビグや IG 及びモノクローナル抗体など、 いくつかの形態で投与することができる。低ガンマグロブリン血症などの免疫不全疾患の場合、病気を予防するために受動的移行が行われる。また、これはいくつかの種類の急性感染症や中毒の治療にも使用される。受動免疫で得た免疫は数週間から3から4ヶ月持続する。また、特に皮と由来のガンマグロブリンによる過敏症状や 血清病の潜在的な危険性もある。受動免疫では即時に防御されるが体に記憶が残らないため、濃度免疫、またはワクチン接種で獲得しない限り、後で同じ病原体に感染する危険性がある。ジフテリア高毒素のバイアル1888年、エミールルとーアレクサンドル・イエルさんは、ジフテリアの臨床効果が ジフテリア毒素によるものであることを示し、1890年にエミール・アドルフ・フォンベーリングと北里シバサブ三郎がジフテリアと破傷風に対する抗毒素に基づく免疫を発見したことにより、抗毒素は近代治療免疫学の最初の大きな成功となった。シバサブ三郎とフォンベーリングは、ジフテリアから回復した動物の血液製剤でモルモットを免疫したことで、 他の動物の血液製剤を同じプロセスで熱処理することで人のジフテリアを治療できることに気づいた。1896年までにジフテリア鉱毒素の導入は急性感染症の治療において19世紀で最も重要な進歩として歓迎された。ワクチンや抗生物質が登場する前は特異的な鉱毒素がジフテリアや 破傷風などの感染症に対する唯一の治療法であることが多かった。免疫グロブリン療法はサルファ薬が導入された後でも1930年代まで重症呼吸器疾患の治療における第一選択治療法であった。幼児に馬の血清からジフテリア高毒素を投与している様子が描かれている。この画像はフィラデルフィア医科大学の歴史学図書館からのもので。 ある。1890年、破傷風の治療に、抗体療法が用いられ、免疫を受けた馬の血清を重度の破傷風患者に、注射して、破傷風毒素を中和し、病気の蔓延を防いだ。1960年代以降、米国では、破傷風の発症と一致する総称を負ったワクチン、未接種、または、不完全な免疫を持つ患者に、 一端小風免疫グロブリンが使用されてきた。ボツリヌス中毒に対する唯一の薬理学的治療法は馬の高毒素の投与である。高毒素は医師効力化免疫結成としても知られており、汚染された食品を摂取した人に予防的に投与されることもよくある。アイビグ治療は1970年代のタンポン騒動の際、何人かの毒素性ショック症候群の患者の治療にも、 成功した。抗体療法はウイルス感染症の治療にも用いられる。1945年、夏季キャンプで流行した A 型肝炎感染を免疫グロブリン治療で防ぐことに成功した。同様に B 型肝炎免疫グロブリンは B 型肝炎の感染を効果的に予防する。A 型および B 型肝炎の抗体予防はワクチンの導入によってほぼ代替されたが、 感染後及び流行地域への渡航前には抗体予防が必要である。1953年インドのマドラスで発生した天然痘の蔓延防止に人ワクシニア免疫グロブリンが使用され、現在も天然痘ワクチン接種から生じる合併症の治療に引き続き使用されている。マシンの予防は通常ワクチン接種によって導入されるが曝露時に 免疫予防的に治療されることが多くある。狂犬病の感染予防には、なお、ワクチンと免疫グロブリンの両方の治療が必要である。1995年に、今後民主共和国で流行したエボラ出血熱では、有効な予防法がなかったため、回復した患者の前血と高エボラ抗体を含む前血を使用して8人の患者を治療した。最近、 2013年にアフリカで流行したエボラ出血熱で治療法が発見された。典型的なエボラ出血熱の死亡率が80%であるのに対し感染者8名のうち死亡したのは1名のみで、これは抗体治療が生存に寄与している可能性を示唆している。免疫クロブリンは単純ヘルペスウイルス、水糖帯状疱疹ウイルス、エプスタインバールウイルス、 サイトメガロウイルスの再活性化の予防と治療の両方に使用されている。現在、米国 FDA は、次の免疫グロブリンを感染症の予防と、免疫療法に使用することを認めている。受動的な体液性免疫の唯一の例外は、細胞性免疫の受動的移行であり、成熟した循環リンパ球の移行を伴う、陽子免疫とも呼ばれる。これは、人ではほとんど使用されず、 組織適合性のあるドナーを必要するが、そのドナーを見つけるのはしばしば困難で、移植変態宿主病の深刻なリスクを伴う。この技術は、ある種の癌や免疫不全を含む、特定の病気を治療するために人に使用されている。しかし、この特殊な形の受動免疫は、免疫学の分野の実験室で、コンジェニックと呼ばれる、組織適合性のある意図的に、 均衡系のマウス系統間で免疫を移すために最もよく使用される。受動免疫に対する個人の免疫応答はワクチンよりも早く、そして免疫に応答しない個人に多くの場合は数時間から数日以内に免疫を植え付けることができる。母乳育児は受動的免疫力を付与するだけでなく、アレルギーや肥満のリスクを低減するなど、 乳児の健康に他の永続的で有益な効果をもたらす。受動免疫の短所は、実験室で抗体を生産することは効果であり、行うのが難しいことである。感染症の抗体を生産するためには、おそらく数千人もの人ドナーから血液を提供してもらうか、免疫動物の血液を採取して、抗体を作る必要がある。動物からの抗体で免疫を受けた患者は、 免疫動物に由来するタンパク質によって血清病を発症し重篤なアレルギー反応を発症する可能性がある。抗体治療は時間がかかる可能性があり、静脈注射で行われるが、ワクチン接種や注射は抗体治療よりも時間がかからず、合併症のリスクも少なくなる。受動免疫は効果的であるが、短時間しか持続しない。ありがとうございます。